第25回気候変動枠組み条約定約国会議は2019年12月2日から12月13日の日程でスペイン・マドリードで開催されている地球温暖化防止及び気候変動に関する国際会議である。京都議定書の第15回定約国会議とパリ協定の第2回定約国会議も並行して開催される。反政府デモを受けて 自国での開催を断念したチリが議長国を務める。http://www.needs.go.jp/.social/.pixcop25。html15 歳の環境活動家、グレタ・エルマン・トゥーンベリも参加した第25回、気候変動枠組条約定約国会議は2019年12月に、マドリードで開かれたが、 具体的な削減数字を国際的に約束させることはできなかった。今世紀の地球温暖化を摂氏二度以下に抑えようとする国際合意はあるが、現状の各国の二酸化炭素削減目標では、この合意を達成できそうにない。地球温暖化防止に関する国際会議は公的なものから市民レベルのものまで各種の会議が乱立しており、議論が拡散して、 有効な結論が得られない状態になっている。工業先進国と海洋途上国との対立も溝が埋まっていない。この会議には、米国トランプ大統領は出席せず、COP21 での二酸化炭素削減協定パリ協定からも離脱することを表明した。スウェーデンの環境活動家のグレタ・トゥーンベリは、2019年9月にニューヨークの国連本部で開かれた。 気候行動サミットに参加しており、滞在先のアメリカから開催予定地のチリに陸路で向かう予定だった。しかし、チリが開催を断念したため、新たな開催地となったスペインへ、大西洋を横断して向かう方法を見つけなくてはならなくなった。そこで、ツイッター上で、11月に大西洋を横断する方法を見つける必要があります。 誰かその方法を見つける手助けをしてくれると嬉しいですと支援を呼びかけたところ、スペインのテレサリベラ環境大臣が大西洋を横断するのをお手伝いしたいと答えた。彼女はヨットで大西洋を横断し、ポルトガルのリスボンに着き、そこから夜行列車を使い12月6日にはマドリードに到着している。ありがとうございます。